木骨造り木骨造りは建築の構造の一つで木造軸組工法、またはこれと書石作りを設置した構造である。英語表記ではティンバーフレーミング、ドイツ語表記ではファッハベルクハウス、フランス語表記ではコロンバージュ。木材による柱、梁によりフレームを作り、骨組みの間に石材やレンガで壁体を作ることにより体力壁とし、 軸組みと壁の両方で荷重を支える。不動産投機事務取扱い純則はこれに該当する。建物構造として、木骨石像、木骨レンガ作りを挙げる。また、英語のハーフティンバーの訳語として、半木骨作りとも称する。中世ヨーロッパの森林の多いドイツ、フランス、オランダ、イングランド地域において盛んに作られた。日本では、明治期に、 西洋建築を模倣した建築物に盛んに用いられた。壁体にはレンガや大谷石が用いられた。また倉庫などには伝統的な土蔵作りに祖先作りの壁を取り入れた和洋折衷の木骨作りも用いられた。1970年代初めにはアメリカとカナダで忠実に再現されたティンバーフレームが盛んに建て始められた。この復興の陰には スティーブ・チャッペル、ジャック・ソボン、そしてテッド・ベンソンの研究成果が大きく関わっている。現在の日本では文化財建築物として保存・修復される一方で木骨作りが新築されることは少ない。また木造軸組工法のみでの木骨作りも建築基準法の規定により筋回と体力壁の設置が必要であり、こういった 木造軸組工法のことを在来軸組工法と呼んでいる。しかし、限界体力計算などで構造計算をした木造軸組工法において構造体力を筋関や体力壁で負担しない場合、伝統工法と呼ばれる木造軸組工法での建築は可能である。ありがとうございます。